公明党はきょう、東京都内で党大会を開き、山口代表の7選を承認しました。公明党は連立政権を支える一翼として、新たに交わした連立政権合意の着実な実行に総力を挙げるとともに、国民目線からの改革を進める菅内閣を全力で支える決意です。 山口代表はこのように述べ、菅新政権を支えていくことを強調しました。来賓として出席した菅総理大臣は、働く内閣を作るために公明党にも協力をお願いしたいと挨拶しました。党大会では、斉藤幹事長の後任に石井前国土交通大臣を、石田政調会長の後任に竹内元厚生労働副大臣を起用する新体制が発表されました。 次期衆議院選挙や公明党が重要視する来年夏の東京都議会議員選挙に向けて世代交代を図るとともに体制作りを急ぎたい考えです。